パキスタンで製造された4種類のアイリッシュフルートの吹き比べをしてみます。まずは価格の安い方から。こちらはローズウッド製のアイリッシュフルートです。比較的音程はいいと思うんですけれども、反応という点ではブラックウッドには劣るかなと思います。だいぶ柔らかい音色の印象がします。もちろんセッションなどで演奏することは十分に可能なレベルの楽器です。それでは続いて2番目に価格の安い方のポリマー製のアイリッシュフルートです。先ほどのローズウッド製に比べて反応が速くて音が鋭い印象があります。筒音は若干弱く感じます。だいぶ外に向かって息を入れると鳴らしやすくなりますね。それでは次に今回のキーレスフルートの中で一番価格が高いブラックウッド製のフルートです。イントネーションですとか吹き心地ですとかはパキスタン製のフルートというね、これまでの偏見を覆すような非常に良い感じの仕上がりになっていると思います。ステージですとかでも十分演奏できるレベルの楽器だと思います。筒音も良くなります。そうですね、こちらの笛結構おすすめしたいと思います。これから定番に置いていきたいと思います。で、一方でこちらの最初に紹介した2本ですけれども、ローズウッド製の楽器はだいぶ軽いので、軽いフルートが欲しい方ですとか、柔らかい音色がいい方とかいう方にもおすすめしたい楽器ですね。ポリマー製の方ですけれども、これはもちろん耐久性とか安定感という意味ではブラックウッドよりも優れている点もありますので、そういった楽器をお求めの方にはおすすめしたいと思います。今回の最後にこちらのポリマー製の6キー付きフルートを試してみます。こちらの楽器は一般的なアイリッシュフルートよりもだいぶ指穴の大きさが小さめになっていますので、その分音量も小さめになります。キーについては中指で押す F ナチュラルが若干硬いかなというのと、
それから左手の小指で操作する G シャープ、ソシャープがちょっと、私の体格では遠めかなという感じがします。ですが、まあ、キー付きフルートとしては十分うまくキーが動作しているかなと思います。今キー付きフルートを注文すると大体30万円とか40万円とかいう値段になってしまいますので、そういう意味ではキー付きフルートにいち早く触れてみたい方ですとか、低めのご予算でキー付きフルートを手に入れたい方にはおすすめできる楽器かなと思います。